ソウルラッシュ、池江先生にお話をお伺いしてまいります。まずは先週ボッケリにおめでとうございます。ありがとうございます。さあ勢いを持って、まあ、今週に臨めるんではないかなと思いますが、はい、まずは前走のマイラーズカップから振り返っていただけますか。はい、ですね、まあ、いつもゲートはね、しっかり出るんですけど、たまたま前走は出負けして、まあ、想定してたらかなりポジションも後ろになり、追い込みも聞きづらそうな、ね、重い馬場でしたし、道中のペースもそんな上がらなかったので、ね、ちょっと厳しいなと、まあまあ負けを覚悟はしてたんですが、いや直線の足は本当もう鮮やかで胸をすくような素晴らしい足でしたね。はい、直線をこう進路を探しながら伸びて、あの勝ちっぷりですから、まあ、改めてこう能力の高さを感じたんではないですか。そうですね、想定してたのとは違う競馬になりましたが、ソウルラッシュの持つ能力の高さっていうのをね、改めて認識しましたね。はい、さあそれだけ、まあ、素晴らしいレースを見せたんですが、レースのダメージ等は大丈夫でしたか。そうですね、特に大きなダメージもなくね、中間リフレッシュ方向を挟みましたんでね。はい、その中間中5周ということだったんですが、おおむねどのように過ごしたのか改めてお願いできますか。そうですね、トロさんに3週間ほど前に、戻ってきて、週前2週前ですね、2週連続は浜中騎士にまたがってもらってね、 CW コースで眺めからしっかり負荷をかけました。はい、その時点での動き、1週前の時点での評価、はい、どんな感じでした。あ、そうですね、もうすでにもうそうですね、感覚もそんな空いてないんでね、今回はもう十分仕上がってるなという選手の手応えで、はい、ありましたね。それを受けて、はい、最終的な今日はどのような調整になったんでしょう。そうですね、もう先週の時点であれもう仕上がってるんでね、これ以上やる必要はないんで、もううちのスタッフで、ハンド単走でね、馬なりで仕上げましたけど、はい、最終的な馬の状態、はい、ジャッジお願いできますか。そうですね、前走も非常にいい状態だったんですがね、それにと同じぐらいようなね、いい状態に持っていけたなと思っております。それにしましても、このソウルダッシュなんですが、マイルになってからの快進撃、はい、まあ、これはある程度予想はされていたんですか。まあ、マイル使いたいのは山々だったんですがね、新馬戦で 2000m 芝を勝つとね、どうしてもクラシックに乗せてあげたいなっていうようなね、そういう思いもありましたんでね、まあ、ちょっとこの馬にとっては長いところをね、使ってしまってまして申し訳ないなとは思ってましたけど、はい、しかし暮れの一生クラスから本当に素晴らしいレースをこう続けて、今回のメンバーの中でも勢いではナンバーワンという感じがしますが、先生そのあたりどうお考えですか。そうですね、勢いもあると思いますしね、もともとポテンシャルは高かったんですよね、2歳で新馬買った時からもクラシックに駒は進められるぐらいのね、逸材だとは思ってましたけども、ちょっとまだ体が何ですかね、体質が弱で、しっかりこう動けなかったというかね、そういう部分がありましたので、その辺もやっぱり去年の秋ぐらいから解消されてきましたよね。はい、じゃあいい時期にマイルを使い出したという感じでしょうか。そうですね、もうクラシック目指すところがなくなったんでね、適性のあるマイルにシフトできましたし、まあ、体質も強くなったのと、まあ、浜中騎手とのやっぱりコンビネーションの良さとか、まあ、複合的にね、そういういいものが重なり合っているのかなと思ってます。さあそして、まあ、今回は、まあ、東京のマイルということになりますけれども、この点に関してはいかがでしょう。まあ、そうですね、特に心配はしてないですけどね。はい、今お話にありましたけれども、やっぱり体質が強化されたっていうのは、やはりこう3歳から4歳にかけての変化というと、そのあたりですか。そうですね、もう体質がやっぱり強くなって、くれたのと、やっぱり、まあ、見た目のね、やっぱり筋肉量も増えてますしね、うん、随分フルマらしくはなってきてるなとは感じますよね。さあそして本当に充実期ということで、まあ、G1 ですから定量58キロです。
そういったものに対する対応、先生現時点ではいかがお考えでしょう。そうですね、そんなに筋量で泣くタイプでもないんでね、58キロも十分でも癒し使えると思っております。改めて先生から、まあ、この馬のセールスポイントを、まあ、ファンの皆さんなどに伝えるならばどういったものでしょう。はい、そうですね、レッセンスはやっぱりいいですよね。まあ、前走たまたま出遅れましたけど、本当天良し、仲良し、姉妹良しでセンスの塊だなと思ってますね。はい、まあ、そうなりますと勢いも相まってセンスの良さ、非常に注目を集める一頭になると思います。それでは、まあ、レースに向けての抱負という形で先生に締めていただけますでしょうか。そうですね、2歳で新馬ね、買った時に、まあ、クラシックに本当に駒進められると思ってね、ファンの方たちもね、そういうふうに応援してくれる人もたくさんいたんですが、ちょっと3歳の春はね、期待を裏切ってしまったのでね、まあ、今はマイルという、フィールドにシフトしてますが、若いところは本当に G1 狙える器だと思ってたのでね、ここでしっかり結果出したいなと思っております。